中日の岩崎小投手が29日、名古屋市内の選手寮、小流館、で契約公開交渉に臨み、現状維持の2800万円でサインした金額は推定。右肘内側側腹人体再建術、トミー・ジョン手術、などで育成契約となってから、2年ぶりに支配下登録をつかんだ今季。6月5日のソフトバンク戦、バンテリン D。 で802日ぶりの一軍登板を果たすと、21試合で防御率5、85の成績を残し、ブルペンを支えた。怪我から復帰できたことは良かった。手術してくれた先生、リハビリ担当してくれた方、トレーナー、監督、コーチを含めて携わってくれたすべての方々に感謝したい、と支えてくれた人たちとの歩みをかみしめた。 フォーム的なズレは感じながら投げていた一年だったので、しっかりそこを戻すところからやりたい、と課題も分析済み。来期へは、数字的には50試合投げたい、と意気込んだ。